せーの、おー、これは怖いね。これは怖いね。これは怖い。これは用できちゃう。呪われてるかもしれない。え、なんか静かにして、静かにして、なんか音がしない？下、下誰かいる？ヤリくんテーププレゼント YouTube。 ヤリくんテープ、はーい、ヤリくんテープです。バーバーです。やったやったやった、はい、NG。 もう一回いきまーす。いくよー、はーい、イルグッティビーです。ルイグンです。サママです。バーバーです。やったやった、はい、オッケー。今回はバイグハイセーズ、はい、そうだね。はい、今回はガシャポンに、バイオハザードの恐怖ライトシリーズが出ましたね。はい、こちらを今回はガチャガチャして恐怖のライトをつけて遊んでいきたいと。はい、それでは、ラインナップの方を見ていきます。はい、はい、左からいきましょうか。ゾンビーヌ、ゾンビーヌ、ハンター、リッカ、ネメシス、タイラント、そして振り向きゾンビとなってますね。はい、はい、ではゆりくん、ガチャお願いします。さあ、ゆりくん何を出すでしょうか。何かな、なんだろう、紫、うん、このバイオハザードのゾンビシリーズちょっと怖いんじゃない。ゾンビだからね。初めてだね。初めてだね。はい、何、いいシャンちゃん分かんないけど、あ、わ、ネメシス、ネメシス、分かった、ママ見て、ネメシス、はい、ネメシスが当たりました。バーバー、それではライトを消してそちらのネメシスをつけていきましょう。はい、はい、それではゆりくん、ネメシスの方をつけてください。はい、どうぞ。はい、こちらがネメシスのゾンビだね。パパはね、これゲームでよくやってたから知ってるんだよね、ネメシス。強敵だよ。知ってる？強い。強い。強い。でかいし。ね、でかいし。結構でかいし。はい。気持ち悪いね。今にも口が動きそうね。そうだね。はい、こちらがネメシスでした。はい、はい、じゃあ次行きましょうか。はい、はい、はい、それではバーバー2回目お願いします。さあ、どんなゾンビが出るかな。黄色、黄色、開けて。なんだろう。ちょっと待った、さあ、何でしょうか。リッカー、リッカー、レッカー、リッカー、はい、リッカーが当たりました。では、バーバつけてください。どこ押すと、ここ押すの、はい、電気を消します。まだよ、まだよ、まだよ、バーバー、早いよ、まだよ、まだよ。はい、それではバーバー、ライトをお願いします。あ、そういう感じじゃない。ん、ああ、そういう感じ、そういう感じ。あははははは、ちょっと分かりづらいよね。あんね、なんかベロ出てる、ベロ出てる。さっきんどんが、なんか医者のがさっきんどんがちょっと分かりづらいかな、ね、ほら、分かりづらいね。一回ちょっと電気を消してみましょうか。そのままバーバーお願いします。ほら、こんな分かった。
そうやね、ちょっとわかるかな、うん、はい、リッカーでした。はいはいはい、それではママ、3回目お願いします。はいね、はい、水色、水色、なんだろう。さあ、なんでしょうか。タイラント。はい、タイラントが当たったそうです。タイラントわかる？タイラントわかるよ。ママ知らない。タイラント、タイラント、右腕、あ、左腕か、左腕がすんげーでっかいんだよ。こう攻撃するやつ。そう、そうだね。はい、よしやねん。よしやねん。はい、じゃあ電気を消しましょう。はい、それではママ、タイラントつけてください。せーの。あー、わかりやすい、わかりやすいけど怖いかな。怖いかな。腕が大きいっちゃね。腕が大きいね。右大きさは。まあまあ、もう一回つけてみて。はい、こちらがタイラントですね。はい、じゃあ次行きましょうか。はいはい、それでは4回目いおりくんお願いします。はい、はい、さあ何が出るかな。今んとこかぶってないね。赤。さあパパはね、振り向きゾンビが一番見たいね。これが一番怖そう、振り向きゾンビが。あ、ゾンビ犬。ゾンビ犬、ゾンビ犬。ゾンビだよ、ゾンビ。ゾンビ、ゾンビ。じゃあ振り向きゾンビだ。振り向きゾンビ。あ、じゃあ振り向きゾンビが当たったみたいなので楽しみだね。ゾンビドッグって書いてないもん。ゾンビって書いてある。ゾンビって書いてある。で、それではゾンビをつけていきましょう。はい、それではゆるくん、振り向きゾンビお願いします。せーの。おー、これは怖いね。これは怖い。これは用できちゃう。これは怖いです。振り向きゾンビ！じゃ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 。ほら。そんなんでビビるわけないじゃん。いおりくん強くなりましたね。はい。こちらが振り向きゾンビでした。はい、はい、じゃあ次ラストだね。はいはい、はい、それでは5回目ラスト、バーバーお願いします。いいか。はい。いいです。はい、売り切れましたね。ハンターとゾンビ犬。ほら、黒やろこれ。黒やがこれやって。ハンターとゾンビ犬が出てないね。はい、ハンターとゾンビ犬が出てないから、どっちかだったら嬉しいね。僕はゾンビ犬が。さあ何でしょうか、バーバー。呪われてるかもしれない。え、なんか静かにして、静かにして、なんか音がしてない。下誰かいる。いないよ。今なんか炊事場で誰、なんか音がした。嘘でしょ。え、ちょっといいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、ごめん、見てきて。え、ちょっと見てきてよ、なんか水の音がした、水の音。やだ。さっきお水飲んで出しっぱなしにしたんじゃない。いいじゃん、いいじゃん、水出しっぱなしにしたんじゃないの。いやー、おじい。え、誰かいる？おか。はい、ゆうくん、大丈夫ですか。はい、ばあば、それ、何ですか。ゾンビ犬。はい、ゾンビ犬が当たったみたいなので、ゾンビ犬をつけていきたいと思います。いいですか、ゆうくん。はい、頑張れますか。はい。はい。はい、それでは、ばあば、ゾンビ犬をつけてください。どうぞ。はい。
ゾンビみたいよ。3匹いる。3匹いるね。あれだよ ね、まあ、ね、日本のお化けシリーズとはまた違う感じだよ ね、まあ、ね、こういうやつはね、じゃあね、まあゾンビはゾンビで怖いんだけど、もうなんか結構ゾンビには慣れっこだよね、うちらね、うん、一人慣れっこじゃないのがいるけどウォーキングデッドで慣れっこだもんね、見すぎてるから、見すぎてるからね。はい、最後ゾンビ犬でしたね。はい、はい、ゆるくんどうですか、怖いですか、ん、怖いですか、怖くないよね、ちょっと可愛いだけ、ちょっと可愛いよね大丈夫だよね。はい、じゃあ最後に、みんなでつけてください、今まで当たったやつね、せーの、うわはい、やっぱり一番怖いね、うん、あのゾンビの顔の振り向きゾンビでしょ、うんうんうん、一番怖い、はい、以上が今回の、バイオハザードシリーズの恐怖のライトですね、はい、でしたね、はい、あの空へ何度でも、あの空へ叶うまで、ワンタイムロックに言い訳ジョン、トゥータイム悔やみと後悔ジョン、テイクタイム You can do it if you don'tLet's go! はい、今回は、ガシャポンバイオハザードを、ガチャガチャして開封して遊んでみましたね、はい、はい、ゆるくんいかがでしたか、楽しかったです、楽しかったですか、泣いちゃいましたね今回もね、ごめんね泣かしちゃったはい、バーバーいかがでしたか、初めてはい、怖かったですか、怖いことね、怖くないよね日本のやつの方がいいね、日本のは怖いよね、うん、日本のやつの方が怖いよね、はい、ママいかがでしたか、またいつもとね違った感じがね、そうだねしたよね、あとピント調節機能もねついてるみたいなんですけど、はいはいはい、くるくる回ってね、はい、一応ピント調節機能がついてるみたいですね、はい、はい、次回もまた皆様いおりくん TV でお会いしましょう、バイバイ、バイバイ。